川崎勝、1880年12月28日から1949年2月3日は、日本の政治家、長男に、経済学博士の川崎務、次男に、元厚生大臣の川崎秀次がいる、元厚生労働大臣の川崎次郎は孫にあたる。川崎勝三重県伊賀上の出身、聖火は油屋である、1898年に、 政治家を志して、同じ郷土三重県出身の尾崎幸男を頼って、上京した。日本法律学校で法律を学び、東京外語学校でフランス語を学んだ。1903年に、東京市長であった尾崎の下で、東京市の初期を務めた後、日本新聞医者記者となり、日本の統治下であった朝鮮半島に渡り、元山寺自身法の記者、元三民団の団長を務める。 1915年第12回衆議院議員総選挙で、中正会から立候補して初当選をする。以来、第21回衆議院議員総選挙まで、連続10回当選。中正会県政会立憲民政党に所属し、陸軍参与官、定心参与官、司法政務次官、立憲民政党総務、政調会長を歴任した、尾崎、浜田国松と並ぶ。 三重県の大物政治家として、門末政治、昭和の軍国主義に真っ向から立ち向かい、明治憲法下の議会政治を守ろうとした、尾崎と共に、県政擁語運動、大正デモクラシーによる普通選挙の実現に尽力。1941年1月25日の衆議院予算委員会では、伊藤博文の憲法議会と、明治天皇が在定の診領と議員に貯うた直後、 援用して、体制翼3会は、法律上の根拠を限り県政治に反すること、翼3会の機構が、国家社会主義ドイツ労働者等と、共産ロシアの根欠時的出現であることを指摘して、新体制運動を進めるこのフミマロ首相を批判し、体制翼3会の予算削減を唱え、翼3議員同盟に対抗して、鳩山一郎らと同好会を結成し、 翌三選挙に際しては、非推薦で当選する。戦後、不本意ながらも GHQ により公職追放の対象者とされ、この秀次が後継者となった。1949年2月3日に、70歳にて、没、川崎勝により再建された、上野城天守郷里の伝統文化の検証にも尽力し、伊賀上野城を資材を投じて再建した。1942年には、 松尾芭蕉の生誕三百年を記念し、同じく資材を投じて、廃聖殿を混流した。ありがとうございます。